皆さん、こんにちは。非常識な教室コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、夢を忘れずに努力し続けた人が夢を叶えることができる人というお話をしてみたいと思います。これ聞いてしまえばね、割と真っ当で当たり前じゃんっていう話だと思うんですけれども、実際にですね、忘れずに努力をし続けるっていうのはまあまあ大変なので、その辺りを私の実体験を含めてお伝えしてみたいというふうに思っております。はい、まずですねこのお話を、伝えようと思ったきっかけがあるんですけれども、私いろいろな夢を叶えている、ほぼ昔に願った願いとかは大体叶ってるんですけど、そのスパンなんですよね。どれぐらいの期間かけてそれ叶ってるのっていう話なんですけど、どうですかね、皆さん何か夢を見るとするじゃないですか。こんな夢叶えたいとかで、それっていうのが短期的にもちろん叶えられる夢は期限決めた方が絶対に叶うんですよ。あと人に言っちゃうとか、そういうやり方とかもあるんですけど、自分だけではできないような内容とかタイミングとか時期とかっていうものがあるようなものって、長期スパンの夢になるんですね。例えば一番私が時間がかかった夢は、自分が稼いだお金で母をフランス旅行に1週間連れていくことって、これコロナの前なんですけれども、それを叶えたのは25年越しです。本当は旅行会社に入ったので、その流れで連れて行きたかったんですけど、私にそこまでのお金がなかった。そして時間もなかった。で、母も仕事をしていたので難しかった。でも、いつかはね、ベルサイユ宮殿と凱旋門を見たいっていう、ベタな観光コースなんですけど、それを本人も言ってたし、私も、母とね、一緒にそういう旅行をするっていうのもいいよねって思っていたので、叶ったのは25年後です。いつかはと思っていて、結局旅行会社にいる時には叶えることができなかったんですけれどもね、はい、そんな感じで叶ったのが一番長いスパンの夢ですね。もう一つは、私の家を自分が思う間取りで全面改装する、私の家っていうか、主人と一緒に住んでますけれども。仕事場兼自宅なんで、仕事をしやすいように皆さんに来ていただいて快適な状態のサロンになるようにと思って、家の全面改装をしたんですけど、1500万ぐらいかかってますが、これを、自分の稼いだお金でちゃんとやるみたいなところも含めて、やりたい間取りとやりたいようにやるっていうのが、もともとインテリアコーディネーターだったのでやりたかったんですよ。やりたかった。なのでやるっていうことを前提に、造作壁といって、構造に関係なくて壊しちゃっても大丈夫な壁ですね。それを取ると割とワンルームになるような、設計になっているマンションを最初から買っています。それは多分早ければ10年後、20年後までには全面改装するよねって思ってたからです、自分が。で、全面改装するっていうことは、全面改装しやすい間取りで、かつその景色とか風景もその本当にやりたい自分の形になるのに近い理想の、間取りになっているもの、要は給排水の設備、お水とか、排水のとこですね。これは基本動かせないんですよ、マンションとかって。だからそれを動かせないってことを分かって、それがどこにあるかを知っていて買ってるんです、新築マンションを。で、新築のマンションは私たちは夫婦2人だけなので 3LDK なんですけど、そんなに部屋が細かく分かれている必要はなくて、割と一つの大きい部屋でいいっていう感じで、あと後ろの方は納戸とか寝室ぐらいでいいって思ってるんですけど、そういう間取りって売ってないんですよ。で、中古とかでも探したんですけど、その当時はそこまで頭金用意できなかったんで、若かったんで割とフルローンに近い状態で組んで買ってるんですけれども、要はそうとはいえですね、20年後ぐらいにやるからその間取り買ってるんですよ。そして実行できたのは22年後でした。はい、これ一番割とね時間かかってる方のものなんです。そうでもないものでも私は割とロングスパンでも、どこかでそれができるかもしれないと思ってまあ叶えてるっていうか動いてるっていうものとかもあったりしますね。ほんわりしていてまあ大人になってからあそうだったとか思い出してやってる夢もありますよ。例えば作家になるとかね文章を書くのは昔から別に嫌いではなかったですし多分得意な方だったんですけどそれによって作家要は本を書く人になるっていうところまで強い意志と意図を持って生きてきたわけじゃないんですよ。だけれども自分が本当に独立自営で個人でやるようになってでさらにコンサルタントになって皆さんの悩みを聞いていて。でそれを解決するのが私が出会える時間と人数が限られてしまうので本というものがあればそこはもっと早く広がるなと思って伝えたいという気持ちからですね本を書きたいというふうに思ったのはでそこからですね本を書くようになって今5冊目の本を書いているという状況で、こちらの動画を撮っている感じなんですけれども。で結局叶ってるというか忘れないでやり続けてるから、どこかのタイミングでうまく叶う時に叶うっていうことなんですよね。で例えば人からすると本を書いただけでもすごいよねっていう方ももちろんいらっしゃるんですけれども私は、伝えたいことがあるんですよ。伝えたいことが、それはですねコンサルタントなんですけどノウハウよりもマインドですねそちらを整えないと授業ってうまくいかないよねっていうのがものすごく実感で感じていて実は1作目の本からそれを書きたかったんですよ最初から。だけど、企画の話を、していく上で1作目からマインド本ってちょっと出版社がね受け入れて実績がある著者なら受け入れてもらえるかもって言われて。1作目はノウハウを中心に書いた。で1作目2作目3作目4作目割とノウハウ系、4作目はちょっと時間管理術だからノウハウっていうよりちょっと毛色が違うんですけど集客とか制約とかオンラインレッスンのやり方の方この辺りは3作連続ノウハウ系で少し4作目から毛色が変わってきて5作目にしてようやっとマインドのことを書ける状態になったんですよ。都合4年かかってますけれどもね、はい、でも1作目からその話は聞いてたんです出版社の方から。初めての著者がそれで行くのはちょっとやっぱりこういう人っていう専門家っていう立ち位置作ってからその話を聞いてもらえる実績と内容になってからだと書けるかもって言われたんで4作目か5作目あたりだったらって言われたんですよね。だけどその臨編はちょっとずつエッセンスは1作目2作目3作目にも入れてあるんですよ。私そっち書きたいからで版を重ねてちゃんと本を紹介して売るという努力も怠らずに、毎回毎回頑張って本を出し続けて売り続けてでようやっと5作目の企画が、マインド本ですねそれを書けるようになったっていう感じで、これは1作目から私は書きたかったんです。だけれども実績がないんですねそっか今まだそういう状況じゃないんだ著者としても未熟だしっていうことを受け入れてそこに見合った努力を重ねていってあと時代ですね4年かかってると時代が変わってるんですよ。コロナを挟んでますしノウハウとかよりも心の在り方とか持ちようの方に人の注目がシフトしていったんですよね。物理的なものよりも共感とか心情とか内容的なものの方に人の関心がいくようになった。だから時代背景も受け入れてくれる時代背景に4年間かかってなっていってたんですよ。だから結果として企画がすぐに通ったということになって、今本を書いてるっていう、そんな感じなんですね。要はつまり、何が言いたいかというと大概の人ってその時に叶わないとすぐに忘れちゃうんですよその夢とか内容とかね。そして努力し続けるってことをやらない人がいます。全てのことが簡単に叶ってしまうことももちろんあるんですけれども、本とかもねそうなんですけど、簡単に叶うことばかりではないんですよね。はい、だからその将来的に見据えたここが叶えたいという目標だったとしても、そこに向かっていく上ではこれが必要かもしれない、これが必要かもしれない、これがっていうのは途中の努力としてやるんだけれども、最後はそこだっていうのを軸をぶらさないようにしてずっと見ていることができるかっていうのが、まあ、結構大事だなというふうに思うんですよ。で、いろいろ私コンサルタントという職業柄当然ですけど、お悩みの方のご相談にはたくさん乗ってます。で、乗ってる時にいつも感じるのが、なんだろうな、なんでそんな大して言ってちゃ怒られるのかそんなにものすごい努力してるわけじゃないのに諦めちゃうのっていうのがいつも感じることです。努力の度合いは人によって当然違うんですけど、その人がもともと持ってるポテンシャルが違うから、ここまで到達したい場合があった時に、この下の方のラインにいたらこの量を頑張んないといけないじゃないですか。だけどもしここだったらこれぐらいで済む。で、大いなる勘違いをしてるのが、ここにいる人なのに自分これぐらいのつもりでここをやればできると思っちゃってるから、できなくて挫折して落ち込んでって言ってやめちゃうんですけど、いやここの人なんだから。ここまでこの差弱分努力しようよっていうところが、まず客観的に自分が見れてないっていうのもあるのも大きいんですけど、あと努力をするのに心が折れるとかっていう方とかもねいらっしゃるんですけれども、いや夢叶えたいんだよねって言って、だからそこにひたすら邁進すればいい、数年かかっても。って思うので、数年かかって努力をし続けられるか否かは、目標とか夢を叶えられるかどうかのすごい大きなポイントになってて、よく高橋さんは何でもできますよねとかっていうことをね言われることあるんですけど、いや確かにいろんなことできてるんですよ。やりたいと思ったことをやってます、やってるんだけどやりたいと思ったことをやるように努力はしています。やれるまで努力してると言えばいいでしょうか。はい、で皆さんが見てるのは、その結果数年かかって蓄積をもってして表に出た、タケノコの土からこう頭が出た状態の私だけを見てるっていう感じで、その下にはいっぱいいっぱいやってきたことの内容が土の下にはいっぱいあるんですよ。だから表だけ見ちゃうと何でもひょいひょい軽くやってるように見えるかもしれないですけれども、別にそのなんていうのかな、努力自慢をするつもりはないんですけれども、大概できてる人ってその下の下積みの努力大体やってます。大体やってる。で大体そういうことをやらないで、なんか勝手にうまくいっちゃう、勝手にいけちゃうと思ってる人もいるんですけど、夢は見るのもいいし、軽く叶うと思ってもいい、モチベーションが上がるんだったら。だけれどもそれに見合うある程度の努力はしないとやっぱり難しいっていうのはありますよね。で、私がコンサルタントになったのは、教室の先生の集客とかね、あとマインドの部分も救ってあげたいっていうのが多くてコンサルタントになってるんですけれども、コンサルタントになるためにパン教室をやっているんですよ。都合6年間かぶってるところもあるんで、それだけを中心にやったのは3年間ですけれども、その感じって一見すると遠回りに見えるはずなんですよ。だけど当然そこでやったことは生きてるし、コンサルティングする上でも生きてますし、実際にどういう状況で皆さんがね大変な思いをして体力を使いながら教室をやってるかって身をもって自分もやってますから、体験してます。ただしコンサルになるということは当たり前ですけど、自分の教室成功してないとおかしいんですよ。だから自分の教室はいつでも満席、全国から人が来る、ネット集客で自動化するっていう、それをやったからやってるんですよね。なので夢には段階を踏むケースが必要な時もあるから、その時職業違うじゃんって言われても、私別に本当は教室業そのものをやりたい人ではなくって、ザ・ビジネスの人なんで、コンサルティングとか相談業とかアドバイス業、そちらの方がもともとの業種資質と会社員だった頃にやってた仕事の内容からしても得意なんです。だけど不得意なんだけど、教室業とかは一応やったんですよ。得意だけれども全力投球です。だって目の前にいるお客さんは私にとっての大事なお客様だから、全力投球で満足させるように講座も組んでいるし、勉強もしたし、その時はもう教室の先生になりきって頑張ってやったんです。だからそれは正しい努力だったかどうだかは分かりません。ただその時の私はやったことがない人にアドバイスされても嘘っぽいよねって思うタイプの人だったんで、自分が嘘っぽいよねって思うことは自分がやりたくなかったからっていうだけです。だから全てのコンサルタントがやってなくちゃいけないと言ってるわけではありません。私がそう考えたから、私が自ら選んで一見遠回り風な道を歩んだということです。でも得るものはものすごく多かったですよ。やはりどれだけ教室業の集客って非合理的で面倒なことをやってる人が多いのかっていうのも分かりましたしね、自分がネットでやることによって。当時はね、アナログ集客、チラシとかそういうのか、せいぜいあとアメブロかぐらいで集客するっていうのが主流だったんで、今はとても複雑で高度になってます、内容が。だから専門家っていう立ち位置の人がね必要になってくるっていう感じだと思うんですけど、だから時代によって必要とされる職業とか内容も全て変わっていく。だけれども何か一つ決めた目標に対して、そうだな、最低3年やってみて、教室の先生で3年信念を持って正しい努力をした人でその目標値にかなわなかった人いないですね。だってやんないから、3年、だいたい3年やらないから、1年なんか努力し続けてますけど芽が出ませんとかね言いますけど、し続けてる努力が問題の時もありますよ。その程度の努力っていう1年なのか、いやフルフルにやりきって私が「いやあなたはすごい素晴らしい、そんなに努力をしたのに結果が出なかったらごめんなさい」って私が土下座してもいいって思う努力の量ってあるんですよ。でもそれをやりきった人いないですよ。っていうかやりきってたらもう半年でうまくいってる、大体。だから努力の量っていうのは相対評価になるので、自分が信じてる量が正しいわけじゃない。ただ忘れずに夢を追いかけられるその信念ですね、それをどれぐらいの期間持てるかなっていうのは結構大事っていう話を今日はさせていただきました。主にね私の経験からですけれどもね。はい、ということでまとめに入りたいと思います。夢を忘れずに努力し続けた人が夢を叶えることができる人、努力をし続けるイコール夢を忘れず動き続けることということになります。是非、まだ夢が叶ってないよっていう方は、何年スパンでね叶えたいのか、それは20年かかってもいいと思えることならそれでいいと私は思っているし、私は死ぬまでに、いつ寿命が来るのか分かんないですけど、死ぬまでに叶ったらいいなとか叶えたいなっていう夢がいっぱいあるので。だから死ねないのかもしれないしそれか多分ある時ね突然コロッとかいうことがあったとしても、毎日が努力をし続けた結果前向きに倒れるみたいな感じだと思ってるんで、それでいいかなっていうことで人生を生きてますんで、よろしかったらご参考にしてみてください。それでは。